はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア開封を行いたいと思います。今回はね、こちらですね。はい、じゃじゃんと、以前にもねお話ししてた通り、このねジャンプ表紙シリーズ、はい、それからね、大の大冒険から大です。はい、いやーこれねやっとなん手に入れられましたね。あんま高くは買いたくなかったんでね、ちょっと自分の納得いく値段でっていう風に考えて、その範囲内で買えたんで、はい、まあこれはね、普通にネットで買いました。はい、まあこれがね、元の背表紙じゃない、表紙のね、絵ですね。これ見るとね、平成7年1月1日発行、新年1月ナンバーワンなんで、ね、新年1号、はい、平成7年の1月1日っていうね、うん、いやーこれを見てる人はね何歳ですかね、うん、まあ、生まれてるのか生まれてないのかもしれないけどね。いやー、はい、ではね、これのちょっとね、再現度見ていきたいと思います。早速開封しましょう。はい、はい、一応ね箱から出した状態だと、こういう感じですね。まず、台座、まあ、台座がダメだね、ストッパー2がね、それが岩をね再現してる感じのあれですね、うん、固定パーツで、足ですね、下半身で、上半身、この3つにパーツが分かれてますね。はい、では早速、組み立ててみましょう。はい、ということでね、組み終わりました。はい、じゃじゃじゃん、うわすっげー出来がいい、これもうめっちゃちょいわ、これかっこいい。いやこれはすごい出来が半端ないね。再現度はすごい。いやほんとこのシリーズねすごい再現度だね。ここまで再現できちゃうか。いやね、このね、補助パーツもねすごい違和感なくね、こう岩のあれでねすっごいなんか凝ってるよね、作りがね。いやーこれすげえなー出来が。いやもう原型師がすごいなこれ。ここまで似せれるか、まあ、大の大冒険のね、フィギュア自体がもうそこまで多くないんだよね。当時流行ってた時にねすごいなんか、おもちゃチックなね感じのがいっぱい出たんですけれども、ここまで精巧なフィギュアっていうのはもう初めてじゃないですかね。いやこれは超似てる。うわかっこいいこれ。再現度が半端ねえわ。ドラゴンボールのね、悟空も出てますけど、あれもねすごい似てたけど、これもすごいな。この竜のね紋章もね再現されてるし、いやこれはすげえ。いやマジすげえ。いやね、これね、アニメ化もされてるんですけどね、DVD とかそういうのになってないんですよね。実は VHS、ビデオテープの時に出てたんで、今ね、見ようとしてもね、見れないんですよ。うん、昔のアニメだし、VHS
VHS もね結構プレミアついちゃってるんですよね。全巻セットでね、オークションで4万ぐらいで出てましたけどね、ビデオテープで4万って、だからね DVD 化されてほしいですけどね。もう一回見たいわアニメ。一応漫画本ではね、あの一応ちょっと文庫で買ってはいますけどね、ちょっとアニメの方がどんな感じだったかっていうのをねもう一回見たいな。かといって VHS といってもね、ビデオデッキがあったとしてもね、そのもの自体がねプレミアついちゃって高くて買えないっていうね。いやーこれいいなー、これすっげーいいわ、出来が半端ねー。いやーすげえ、これ本当にこれは買って損はねえわ。このシリーズは本当すごいね、再現度がね。うわーということでね、やっとまあ念願だったね、大の大冒険から、大をね、購入することができました、はい、いやね思ってた以上でちょっとびっくりしましたね、いやこれは最高ですね、まあということでね、今回は、これにてね、終わらせていただきますが、これからもね続々とフィギュア紹介していきますんで、もしよろしければね、チャンネル登録、あとねいいねボタンを押していただければなと思います。あとね、コメント返しはねほぼ必ず、自分はしてますんでね、何かあれば、コメントをしてください。はい、じゃあ今回はね、これにてご視聴どうもありがとうございました。